気のせいかもしれませんが、一段明るくなったような感じがしますね。こんにちは、茂木和也です。今回はお風呂の排水口の掃除していこうと思っているんですけれども、トップバリューのキッチン用漂白剤、こちらを使って掃除をしていこうと思っております。排水口の中を洗うときに使うブラシを自作していこうと思います。まずはこちらの割り箸、輪ゴム2つですね、ペーパーですね、パキンとこのぐらいカットしまして、こっちの短い方を使います。半分ぐらいのところに置いて、あとはくるくる巻いていくだけですね。首のところを輪ゴムで留めていきます。はい、こんな感じですね。これをこちらの方につけるわけですけれども、ぐるぐるやっていくだけですね。ここにぐーっと入れ込んでやってですね、洗いやすくなりますので。あと反対側もですね。では掃除の方に入っていきます。はい、こんな感じでね、このヘアキャッチャーを取って、はい。あと一番汚れてるのがこれなんですよ。ここが一番汚れてるんですけれども、こうですね。ただシャワーで水洗いして落としていきます。こういった狭いところは、フル歯ブラシとか使った方が本当は楽なんですけれども、パーツ類の水洗いが終わりましたが、水洗いでは落とせない黒ずみ汚れだったり、まだ残っていますので、その汚れを落としつつ、除菌と、あと消臭もですね、しっかりやっていきたいということで、ここでですね、キッチン用漂白剤を使っていきますが、こちらのバケツで付け置き洗いをしていきます。約6リットル入れましたので、キャップで3杯入れればいいということになりますね。では入れていきます。ではパーツ類を入れていきますね。ゴムはあんまり良くないんですよ、こういったゴム使われてますけれども、今回はそのままつけていきます。排水口を洗っていきますね。でどうやって洗っていくかというと、シャワーでお風呂場の方から水を流しながら洗っていきます。このぐらい奥まで入るんですよ。反対側もこうやってやる。そしたらこの中にもキッチン漂白剤を入れていきますが、濃いめになるかもしれませんが、キャップ1杯入れて、そしてかき混ぜて、このまましばらく放置するんですけれど、放置時間は30分も放置すればかなり十分なんですけど、これから出かける用事がありますので1時間ほど放置します。はい、あれから1時間ほど経過しました。シャワーで流しまして、お風呂の方から水を流しながらパーツ類を戻していきますね。気のせいかもしれませんが、一段明るくなったような、こんな感じ。はい、蓋、あと弁ですね、はい、そして線、はい、では戻していきますね。これで掃除の方は終わりです。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。